はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸1をお送りします。で、前回までね、極値っていうことで極大値と極小値ねやってきたんですけど、こっからね、最大値最小値に変わっていきます。で、その1本目だね。で、今回はまあシンプルに最大値最小値をね求める問題を2問やっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、最初にもね、言ったように、前回まで極値やってきたんですが、この最大値最小値になっても、基本的にやるスタイルは変わらないです。まず、こいつを微分して、増減表を書いてっていう感じでいきます。だからまずね、これ微分していくと、でちょっとね、書く量が多いんで、文字ね、ちっちゃめで書きますけど、お許しください。もし見にくかったら、YouTube ね、全画面表示で見てください。で、微分すると、で、こうなるね。で、前回と同じように、y' イコール0を解いていきます。で、解くと、で、これ、イコール0にして、まあ、マイナス6とかで割ってしまってやると、一応やるか、マイナス6を割るとこうなるんだよね。で、x でくくり出すから、まあこうなると、つまり x は0と2ってなります。で、前回までだったら極値考えるときにここだけ、まあ、気にして増減表を書いていったんですけど、これちょっと最大値最小値になったときに変わることがあって、今 x がねマイナス2から3までって決められてるんだよ。だからマイナス2の時と3の時も書きます、増減表に。で、0と2がちょうどこの中に入ってるから、マイナス2、0、2、3って4箇所区切りをつけるので、ちょっとめんどくさいんですけど書くとね。で、どういう感じかっていうと、ちょっと待ってね、4つ分だから長めに取るか。 x でしょ、で、y', そして y だね。下まだ入るね、大丈夫だね。で、さっきも言ったように、今まではね、点点点0、点点点2、点点点だったんだけど、ここまでしか使わないから、マイナス2で区切る必要がある。だから、マイナス2の左が点点のいらないの。これがスタートだから。で、点点点って書いて、次が0です。で、点点点で次が2。で、点点点で最後3で止まるから、3で止めてください。いいね。で、y' が0になるのは、これを解いた時だから、ここだけだからね。0と2の時、y' 0です。y' 0解いたらね、0と2が出てきたんで、ここが0。ここ0って書いちゃダメだよ。で、普通、空欄にするんですけど、別に必要ないんで、俺よくちょっとちっちゃくバスとかって書いちゃう。まあ、書いて、怒られたらごめんね。俺書いちゃう人なんだけど。で、あとは4つね、値を出さなきゃいけないので、まず0いこうか。これに0を代入すると、マイナス10。いきますか。2からいく？入れると、マイナス8、プラス24、マイナス10。だから、6か。で、マイナス2の時は、ここがプラスに変わるから、34なので、いや、違うの。計算間違ってるね。マイナス2。ちょっと待って。テンパってる。2、2が4、6、4、24だよね。あ、ここが違うのか。ごめんごめん。8じゃないね。4乗分になるから、マイナス16か、ここが。だから、マイナス24かな。ごめん。マイナス2だった。で、ここが今度、こっちはね、マイナス2代入すると、ここ変わんないんだけど、ここがね、符号がプラスになるから、30か。で、最後3の時きっついな。27とかけるからマイナス54。で、左残額、黒く、あ、消えんのか。ってことはここマイナス10だね。で、あと隙間ね。この3箇所のプラスマイナスが必要になるので、ここ1とか入れよっか。1入れると、計算するとプラスか。で、マイナス1入れようか。入れると、マイナスか。で、ここめんどくさいね。2分の、5かな、やっぱり。2.5 だもんね。で、2分の5入れると、ちょっとめんどくさいんですが、4分の25にマイナス6かけるから、ちょっとマイナス、
約分してもよかったな。ちょっと待ってね。よいしょ。4分の25、頭が切れたな。じゃあ書こうか。やっぱり25とマイナス6だから3で、マイナス2分の75かで、こっちにも入れると2分の5約分できるからプラス30になるんだね。でプラス30、これ2分の60だから勝てないんで、こっちマイナスかと。ちょっと長くなりましたか。よいしょよいしょ。でこうなると。でつまり沈んで上って沈むグラフになります。でグラフをきっちり書く必要はないと思ってるんですけど、個人的にはね、時間もったいないんでね、最大最小値の時って。でいいんですが、一応今回ね、一回書いて消し、あーどうすかな、残せるかな、幅的に微妙なんだけど、ちょっとちっちゃめで書いてみようか。ちょっと数がねでかいんで、完全に合わせられないですけど、マイナス2の時30なんで、この辺高いところからスタートする。ここいや、ちょっと書けないんで。で、0の時がマイナス10なんで、0の時マイナス10でこの辺通るね。こう沈んでくる。で、上って0の時マイナス2なんで、マイナス10でもうちょっと行こうか。よいしょ。この辺にしとこうか。で、0の時、やばい。2の時マイナス2なんで、ちょっと上って、で、また3の時マイナス10、同じ高さまで戻ると。つまり、すんごい細くなっちゃうけど。まあ、こんな感じ。グラフとしては。形としてはね。で、くっきり、ちゃんと分けなきゃいけないのは、前回までやった極小値、極大値っていうのはそのカーブが切り替わるところ。こういうね、上から下になったりとか、とこなんだけど、最大値、最小値は今までやってきたものと同じで、このグラフの一番高いところと一番低いところ。それが最大、最小です。いい。カーブとかどうでもいいの。高いところと低いところを考える。つまり、一番高いのはここでしょ？最大値。で一番低いところはここ高さがねマイナス10で同じなので、この2箇所が最小値になります。で答えの書き方はね、今までと全く変わらずで、 x イコールマイナス2の時か時に最大値がまず30だね。で最小値は同じとこなので x2 つ書きましょう。0、そして3の時に最小値マイナス10とね、これで OK となります。やってることあんま変わんないけどね、増減表も書いてるからさ。でちょっとね、右側増減表ちょっときつい気がするんだよね。これグラフやっぱ消そうかな。そうだね、ちょっと消させてもらいます。よいしょ。では、2番の方ね、4時間過ぎになってますが、気にせず行きましょう。で、まずね、微分します。y ダッシュ。4x3 乗マイナス 12x2 乗です。で、同じように y ダッシュイコール0を解いていきます。で、イコール0つけて、4で割って、割ると、こうなるね。で、x2 乗をくくり出すから、こうなる。つまり解は0と3になります。2つね、0と3、つまり x イコール0と3だと。で今回はマイナス1から4です。で0と3がこの中に入っているので、マイナス1、0、3、4と4箇所区切ってください。でもし今回これ解いた時に0と5とか出てくるとするじゃん、0と5ね。その時5が入ってないので、増減表に書く時はマイナス1、0、4でいいです。5はもう無視、入ってないから書く必要がないからね。今回ね、両入ってるんだけど、両で書いていくと、よいしょ。でまず XY ダッシュ、そして Y だね。で、さっきも言ったように、まずマイナス1からか。マイナス1、点点点で、0、点点点、3の点点点で、4で止めます。で、y' イコール0。といった答えは0と3なので、ここだけ書いておく。
で、書いちゃいけないかもしれないけど、癖なんでごめんね。×を書いておきます。書く必要ないよっていう意味でね。で、4箇所の値出さなきゃいけないので、まず0は楽だね。入れてしまえば12が残る。これ、でかいな、数。3行こうか。3行くと、3の4乗81。で、3乗が27。27×4 だから、108か。マイナス108。プラス12。93だから、マイナス15。合ってる？合ってる。で、マイナス1入れると、こっち楽だね。4乗したら1。プラス4のプラス12だから、プラス17。です。で、4乗らきつそうに見えるんだけど、これ4乗して、ここがマイナス4の4乗になるよね。 4×4 の3乗だから、くっつければ4の4乗なんで消せるんだね。で、つまりこう12が残る。ちょっと楽しましたけどね、こんな感じで。あとね、プラスマイナスこの隙間のところ調べなきゃいけないので、こっからいこっかな。これ1入れると楽だね。 Y ダッシュ1入れるとここマイナスです。で、ここいこうか。マイナス1/2で、マイナス2分の1入れると、こっちが、マイナス8分の1だから、約分するとマイナス2分の1になります。ここね。で、こっち入れると、2乗で4分の1。あ、でもマイナスとマイナスだから結構マイナスなんだね。っていうことで早く気づけばよかった。で、ここが 3.5 だから2分の7。はい、非常にきつい戦いになりますね。2分の7だから、下が8分の、待って、7の3乗だよね。で、4だから約分して2。2分の、ちょっと7の3乗って書いてるね。で、マイナス4分の、はぁ、あ、はぁって言っちゃったよ。4分の7の2乗でしょ。で、かける12だから、3で、49×3。これ楽できるかな。ちょっと、まあ普通に計算していいんだけど、ちょっと楽をしていいですか。これ、通分して、2分の6にしよう。で、こっちが、7の2乗かける6なんだよね。で、こっち、7の2乗かける7なんだよ。だから、2分ので揃ってるから、まあ分子勝負した時に、7の2乗かける7の方がでかいよね、絶対ね。だからこっちの方がでかいってわかるので、プラスとします。普通に計算してください。ごめんね。今ちょっとこれサボってしまった。よいしょ。で、あと右側も消せば、こっちはグラフ残せそうだね。で、一応書いていくと、マイナスマイナスプラスとなっているので、まあ、上も下もでかいから、これ右入った、あ、ギリだね。よいしょ。で、まずマイナス1の時、あれか、ちょっと右にずらせばよかった、左にずらせばよかったけど、いくと、まあ、この辺スタートして、で0の時12。まあ、この辺にしとこうか。で、3の時マイナス15。めっちゃ落ちて、この辺に来ると。で、4の時12だから同じ高さなんで、ここに上がってくる。つまり、ここ、下がって下がってなので、下がってきて、ちょっと平らっぽってなって、こう来て、もう一回上がってくるみたいな。まあ、こんな感じ。ちょっとごめん。かなりぐちゃぐちゃになってますけど。で、失礼しました。突き抜けてた。ここで止めなきゃだね。で、さっきも言ったように、最大値最小値っていうのは極小値と、極値と違って、一番高いところ、そして一番低いところ勝負になるので、一番高いのはここ、17。で、一番低いところここ、マイナス15。ってなります。いいかな。で、あとはそれを書けばいいので、x イコール、マイナス1の時、最大値、17。で、もう一個。x イコール3の時最小値出なかったマイナス15と、これで OK となります。だから極値の時よりもやらなきゃいけない計算するとこ、あ、消しちゃったよ。計算するとこが多いんでね、若干手間がかかるんだけど、まあ、やることはあまり変わらないので、まあ、こんな感じで前回のまあ知識を使って同じようにやっててもらえたらと思います。いいかな？では
今回は高校数学数2の関数の最大値最小値丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このシリーズ、ちょっとね、まだ全部版書作ってないんですけど、結構続きます。はい。で、ひとまずね、次回、丸2がまたありますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。